こちら、渡辺雅史の今乗りたい列車です。さあ、このコーナーでは時刻表に載っている気になる列車を渡辺さんに紹介していただきます。さあ、気になった列車、乗りたい列車、はい、今回は、JR 東海の神津初熱海行きです。これはですね、見て分かる通り神津初熱海行きですけど JR 東海です。はい。で、ルートとしては御殿場線周りで沼津に出て、で、はい、そこから、熱海に戻るという感じなんですけど、まあ、普通に、ね、東海道線で行けばすぐ、まあ、1時間もかかんない、30分ぐらいで着くような区間を2時間かけて戻るという感じのが面白いんで選んでみましたという感じです。はい、まあね、あとはそうですね、まあ、あと8時5分に熱海着くんで、はい、そのままね新幹線に乗り継げばだいたい9時ちょうどぐらいになります。東京戻れますし、普通列車乗っても10時ぐらいに戻れるんでね、まあ、休みの日の朝とか、まあ、6時3分神津発なんで朝4時35分に品川発の電車乗らないと間に合わないんですが、ちょっとしたあの仕事前にやって行くというのも面白いかもしれないですね。はい、はい、ね、なかなかこういった変わった列車も時刻表を広げてないとね気づかないですからね、うんうん。